皆さんこんばんは東新宅クリニック代表のカン・チュンドと申します本日はインデックス投資セミナー第7弾ということでバランスファンドに特化したお話をしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、早速なんですがインデックス投資と一口に言いましても大きくスタイルで分けると2種類ございます、えー DIY、型か。 お任せ型かというふうに呼ばれるんですが DIY 型というのは自分でファンドの組み合わせを作ってメンテナンスも自分でするタイプでございます一方同じインデックス投資でも最初から資産の配分それから国地域の分散を施したバランスファンドを持ってしまってメンテナンス作業も外注する すなわち資産運用そのものの自動化を目指すのでおまかせ型と呼ばれるんですねあなたならどちらを選びますか DIY 型ですかそれともおまかせ型ですかこんなふうに突然聞かれたらおそらく多くの方が DIY 型を選ぶのではないでしょうか自分で配分を決めて自分でファンドを選んでっていう方が 何か資産運用をやってる感が出ますし、えー、少し上級なイメージがあると思います。では別の視点から、DI 外型お任せ型じゃあどちらの方が同じ姿勢で投資が長く続けられるか。実は私は FP として運用相談の仕事を21年間させていただいてるんですが。 DIY 型よりもお任せ型すなわちバランスファンドの方が同じ姿勢で投資が長く続けやすいというふうに感じていますバランスファンドのメリットまず一つ目でございます資産配分をどうするのお悩みから解放されるこれ大きいと思います 自分の資産配分ポートフォリオですねこれをどうするか大事です自分で運用の配分を決めようとすると株と債権の割合は株式だけでも日本株先進国株新興国株どう比率を決定しましょうもうどん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 悩みの種が育ってきます一旦決めたとしても あとからまた配分変えたくなるかもしれないです今は積立 NISA 通常の特定口座というように窓口が複数に分かれますので DIY 型の場合資産管理が煩雑になってくる恐れがありますそもそもです資産の配分にたった一つの正解ってあるんでしょうか 資産運用は長距離マラソンでございますたった一つの正解を一生懸命求めて途中で挫折をしてしまうよりバランスファンドが提示する資産配分を選んででも100%満足はないんですよ8割方自分の考えにフィットしているなる。 というふうに納得できたらバランスファンドが提示する配分を選んでしまってそのまま走り続けた方が実りは大きくなるんじゃないかつまり私こう思うんですね資産運用ではベストを目指すよりベターを続けてしまった方が良い これは私の運用相談の経験上強く感じていることでございます例えばですね皆さん家をちょっと例に挙げさせてくださいみながみな家を建てるときに注文住宅にしなくてもいいですよね住宅メーカーさんがあらかじめ提示した標準的な間取りに住まう人が合わせる それの方が逆にかえって住みやすかったりもします。それと同じようにバランスファンドが提示する標準設計の資産配分に投資家側が合わせても私は全然構わないと思います。こういうふうな捉え方をまずは皆様ちょっとだけしてみませんかということで バランンスファンド2つ目のメリットでございますリバランスの束縛から解放される自分で資産配分を決め DIY でやろうと決めましたでも複数のファンドを管理するとリバランスと称して割合が高くなったファンドを売って割合が低くなったファンドを買い増しするという作業をしないといけないんです。 そうしないと資産の割合が崩れてしまうかし、ね、もしですリバランスをしないまま放置しちゃうと背中に背負うリスク量が大きくなりすぎたり逆にリスク量が小さくなりすぎたりして不健全なな状態になってしまうんですねこの定期的なメンテナンスリバランスと呼ばれる作業 簡単そうに見えて結構難しいんです私は運用相談21年やっておりましてもう約2,000人のお客様とカウンセリングを繰り返してきたんですがご自身で複数のファンドを組み合わせて運用管理されている方の3分の1以上がが実はリバランスができてませんいや1回2回はできるんですよ。 でもリバランスというメンテナンス作業を規則的的かつ継続的に続にけるっていうののがこれ実は至難の技なんですでももしあなたがバランスファンドお任せ方を選べばリバランスというこの束縛から解放されてメリット3つ目いつでも同じリスク量を負うことができるようになります。 いつでも同じリスク量を終える資産配分が固定型のバランスファンドを選んでいただければ金融市場が不規則にアップダウンをしても運用会社が適宜リバランスを実施してくれます結果あなたはいつでも同じ資産配分比率をキープできるんですねちょっと具体例を挙げてみましょう こんなように株式50債券50のバランスファンドをあなたが持っているとします、うん、そうですね昨年の3月のコロナショックを思い出してみてください株式市場が暴落しました2月の下旬から3月,3月にかけて世界の株式市場30%超暴落しました思い出していますちょっと 怖かったですよね、えー、私も思い出すんですが去年の3月株式市場が10%ぐらい下がった時に「おこれはバーゲンセール,セールかもしれない」と「買い増ししようか」みたいに思ってた方も実際に三十数の下落を目の当たりにするともう動けなくなっちゃったっていう方もいるんじゃないでしょうか。 そんな時こそバランスファンドの出番なんです例えばこのバランスファンド株式50債券50を保つのが仕事でございます昨年の3月思い出してくださいこの株式がどん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 日に日に下がっていくわけですよね2月から3月にかけてということは運用会社は ひたすら債券よりも株式をひたすら多く多く買い込んで株式50を維持してくれたはずなんですだってそれが彼ら彼女らの仕事ですから逆に冒頭時バブルに近い時もこのファンドは冷静にですよ株式50債券50を維持してくれるわけです。 すなわち大きく上がる時も大きく下がる時もバランスファンドを保有していれば提示された資産配分通りにあなたは同じリスク量を背中に背負う人になる言い方を変えれば同じ姿勢で投資と向き合うことができるこれこそバランスファンド最大のメリットだと私は思います。 そしてメリットの4つ目もうシンプルな投資がバランスファンドを保有することで実現できます。本当はもっと勉強したいな投資についていろいろ知りたいなでも時間がない例えばお仕事すごく忙しい子どもさんの世話で精一杯介護のことでもう頭の中いっぱいで運用に時間が取れない。 したがってなるるべく自動化しししてほったたらかしの投資を実現いいいとというう人いると思うんですよねあるいはビギナーの人がリスクを抑えながらモデレートな堅実なリターンを目指しながら少額だけど積み立て投資とりあえず始めたいそのようなニーズを叶えてくれるのがバランスファンドなんですね。 私の経験上このバランスファンドっていうのは男性よりも女性の方がチョイスされる方が多いような気がします。以上メリットをいろいろお話ししてみたんですがもちろんメリットだけではございません。ああらゆる物事にはメメリリッットトがあればデメリットもございますさあこの「デメリット」というところでまず1つ目でございます。 バランスファンドは投資が面白くありませんこれ事実ですなぜなら資産の配分もリバランスも全部投資信託の側でやってくれますからあなたは特段やることがなくなってしまうんです。積みて投資をされている方なら積みてをやめないだけです。カウンンセリングの中で もうたくさんのお客様がかんさんこんなに退屈だとは思いませんでしたというふうなコメントを残してられますでも考えによってはですよ面白くないから投資と程よい距離ができてそして投資を長く続けられる面白くないから距離ができて長く続けられる こういう好循環ってあり得ると思いませんかえ先日も約3年ぶりにカウンセリングを受けていただいたお客様がかさんもうほぼ完全放置状態でしたとおっしゃってましたバランスファンドの値段も3年間ほぼ見ておられなかったらしいですそれでも資産配分は保たれるわけですよねこれがバランスファンドの妙味でございます 私がアドバイザーとしての経験上この21年振り返ってみますと DIY 型の人よりもお任せ型すなわちバランスファンドを保有されている方の方が投資の挫折率が低いっていうふうに感じております。さあ続きましてデメリットの2つ目でございます。 年を重ねても資産配分を変えられませんはいそれはその通りでございますバランスファンドというのは不特定多数の人を対象に最初から資産配分が提示されています従いましてあなた個人の要望に応じてあ、じゃああなたのために債権の割合を少し増やしてあげましょうとかそういった対応はしてくれないわけでございます ということはですよ皆さん考えてみてください一般的に年齢を重ねてきますと多分どうでしょう50代半ばぐらいでしょうかね年齢を重ねてきますとリスク量を減らしたいなっていうニーズが芽生えてまいります果たしてバランスファンドを保有しながら背中に背負うリスクを 小さくするってできるんでしょうか。できます。ポイントはまず一つ目、トータル資産、資産全体まで視野を広げることです。そして二つ目、規則的に預貯金の割合を増やしていくっていうことなんですね。少し具体例を挙げさせてください。次のスライドです。五十五歳の田中さん。 という方がおられるとしましょうえこの方今まではかなりアグレッシブにトータル資産から見ると預貯金の割合20%バランスファンドが80%で運用を続けてきましたところが55歳になったきにこれから10年ぐらいかけて預貯金50バランスファンド50%まで持っていこうというふうに決めたんですね 田中さん65歳が定年退職の年でございますこういうことどうやってするのか私はス3ステップ3つのステップで田中さんが背中に背負うリスク量を小さくできると考えますまず第1ステップ田中さんは55歳になったら毎月の積立金額減らします 減らすはい、毎月の積立金額を減らすと、毎月残るお金のうちの預貯金の比率が高くなりますよね。それで5年いきます。ステップ260歳になった。田中さん。もう積立投資やめます。え、積立金額ゼロにしちゃうってことですね。そうすると。 積み立て投資の金額ゼロにしちゃうので毎月残るお金の100%が預貯金になりますねそうするとこれを続けていくと資産ベースでもだん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 預貯金の割合が増えてくるはずでございますそしてステップ360歳から65歳にかけて 田中さんは規則的にバランスファンドを解約していきますえ解約するそうですどれぐらいまで解約するんですかそれは田中さんのトータル資産から見た預貯金50%バランスファンド50%程度になるまで規則的にバランスファンドを売っていく そして65歳リタイアを迎えるその時に預貯金50バランスファンド50になっているとこういうイメージなんですね。すなわち投資信託の資産配分の変更にこだわらなくてもトータル資産から見たバランスファンドの比率を変えてあげることで あなたが背中に背負うリスク量というのはコントロールできるということなんですね、えー、すなわちこれ個人のファイナンシャルプランニングにおいては今の田中さんの例がそうですが65歳で定年退職するというこのイベントこそが主人公なんですねですから 金融機関がどんなふうにアップダウンしようがかかわらず5年前10年前というふうに決めたらこの定年退職のイベントに向けて規則的に自身の運用を保守化していくこれは言い方を変えると10年かけて増やすモードから 減らないモードに自分自身を変えていくっていうことをしないといけないわけでございますなぜなら定年退職は待ってくれないですからでデメリットとして今回挙げなかったんですが昔一昔前バランスファンドのデメリットっていうのは運用管理費用が高いことだったんですね私の記憶によりますと2006年くらいまでは バランスファンドの運用管理費用年1%とか超えてるのが普通でした。それが今日もご紹介しますが、e、インマクシススリムバランス八資産均等型なのは、なんと運用管理費用が0.15%ちょっと、もう正直信じられないぐらいコストダウンが実現しています。覚醒の感というのを私個人的に。 しみじみ感じておりますさあ3つ目に参りましょうバランスファンドデメリット10年運用を続ければ3.3年はマイナスに。2? これはデメリットというよりは注意事項でございますあのネットの情報とか見ますとバランスファンドってリスクが小さいよっていうふうに書かれたりするんですが決してそうじゃないんですよ バランスファンドは確かに株式100%に比べるとリスクは小さいですがあなたが背中に背負うリスクとしては相当程度に大きい、えー、具体例8資産均等型のファンドでちょっと考えてみましょう株式債券リート不動産投資信託ですね国国国内先進国新興国 資産の分散国地域の分散ともにやってくれてますすごい分散の施しようですよねところが昨年の3月コロナショック時にはなんと20%以上この八資産均等型下落していますもしこの八資産均等型ファンドが2008年のリーマンショック時に存在していればマイナス35%超えてます すごい大きな下落ですよねそれだけではございません次のスライドをご覧ください今ご紹介した8資産を12年間にわたってそれぞれがどんなパフォーマンスをしたかパフォーマンスランキングでございますね2009年から2020年までの12年間でございます8つの資産も 最もパフォーマンスが良かった資産結構ばらけてますよね最もパフォーマンスが悪かった資産もバラバラでございますそれだけではございません八資産トータルで見てもすごく悪い年ございますね2011年2015年2018年まあ良くないって言えば 去年年年の2020年も良くないいでございました8資産均等っていうのを皆様このスライドの中で見えますでしょうかまさに先ほどのこの8資産均等で持っていたらというのがこちらの順位になりますが8資産均等で持ち続ければ。 まあ割とこう値動きはマイルドにはなるんですが、それでも三回マイナスの年があります。去年の二千二十年なんかは激動の年でありました。プラス零点八パーセントしかないですね。ちょっと辛い目に二千二十年も仮にマイナスだったとすると、十二年間で八資産均等型は四回のマイナスでございます。 12年で4回のマイナスこれを10年に直すと10年で3.3回のマイナスでございます10年で3.3回マイナスのリターンになるっていうのは私は非常に平均的な期待値だと思いますどうでしょう立派にリスクありますよね波乱万丈 でもそれを乗り越えて貫いていくのが長期投資であるというふうに捉えていただきたいと思います。ちなみになんですがこの8資産均等型でどれくらいの期待リターンがあるんですかとよくお客様に聞かれます。え私の保守的な見積もりなんですが株式とリート部分。 これ全部で六十二点五パーセントあるんですが、ここで期待リターン六パーセントと取ります。そして債券部分三十七点五パーセントあるんですが、こちらの期待リターンを二点五パーセントで取ります。そうすると計算しますとだいたい年四点五パーセント程度の期待リターンを見積もるのがこの八資産均等型にふさわしい数字だと思います。しかしこの 八資産均等型って発色弁当みたいですよね。これから八資産均等型の意外な、えー、特徴についてちょっと解説していきたいと思います。まず堅くなに遠距離外交を続ける。なんか変な言い方でございますが、単純明快でございますよね。八資産均等型。この単純明快に見える八資産均等型なんですが。 視点を変えてみますとこれ誰も悲喜にしてないですねみんな平等ですどこも同じくらい信じていますこれ高度な技だと思いません私たちは情報の高や自分の感情思い入れによって課題に評価してしまう投資対象もあれば 過小にしししか評価しないい投資対象も持ってしまいがちです例えばですよ先進国株式は引き続き伸び続けるだろう新興国債券は引き続きパフォーマンス悪いんじゃないかみたいな先入観無意識に持ってませんか8資産均等型というのは遠距離外交を続けるすなわち金融資産 いや金融市場というのがアットランダムに変化して各投資対象というのは来年いや5年後もどの投資対象が有利になるかは言い当てられないというゼロベースの無知を自覚して初めて8つの投資対象を均等に持てると思いませんか そしてもう一つ私たち投資家が気持ちの揺れとかそして特定の投資対象を多く買いたい特定の投資対象はもう少なくしたいとそういう気持ちが湧き起こって。 買い増ししたり解約したたりしししなないいようにわざと8つとつも固定化した資産配分を提示しているののがこのバランンスファンドなんですね私はこの考え方このコンセプトを見ますと何か老,老成した投資家の雰囲気が漂うと感じますね。全部 遠距離外交さあ8資産を固定で均等に持つというのは一体どういう意味合いがあるのかバリュー戦略という,ふうに今こ,こ出ましたねどういうことかというと8資産均等というのはよく見ますとどんなに成績が抜群な投資対象があっても買い進めないんですね。 だってみんな12.5%ですか逆の言い方をすると価格が高くなっていく資産というのはあまり買わないんです価格が安くなった資産を多く買わないと均等維持できないですよね例えば昨年の3月コロナショックの時株式とリートは大きくその価格が下落しました 債券は新興国債券を除いてはそんなに値動きなかったです。ということはこのファンドは債券よりも株式・リートをひたすら多く買っていったんですね去年の2月から3月にかけて特にリートは株式以上に下落率が高くかつ戻りも遅かったので 大きく値が下がったリートを結果として潤沢に買いますという行為をしたはずなんですつまり八資産均等型っていうのは傾向として成績が良いファンドよりもあ失礼成績が良い投資対象よりも成績が悪い投資対象をたくさん買うことになっていくそういう意味でバリュー戦略と 書かせていただきました。3つ目でございます。新興国オーバーウェイト実は株式債券についてはそれぞれ37%あ失礼37.5%の組み入れなんですが、これ新興国3分の1入れてますよね？債券も同じですよね？ そうすると100ベースに直すと新興国は33%組み入れているということでございますこれは時価総額ベースの比率と比較してもかなりオーバーウェイト新興国にベッドしているかけているという言い方をしてもいいと私は思います非常に特徴的でございますねあと一つ付け加えると当然 円てて資資産産よりも外貨立て資産の方が多いですこれを1万円買ったとしても外貨建て資産が62.5%を占めるということですから1万円買って6,250円はたくさんの通貨建て外貨建ての株式債券リートを買うことになるというのが8資産均等型でございます。 よろしししいいでょょうか続いて参りましょうか続てまりよくバランスファンドはビギナー向けの商品と呼ばれたりするんですがアドバイザーの見地から申し上げるとバランスファンドはベテラン投資家にとっての上がりの金融商品ラストの金融商品というふうに私考えます。 これまでさまざまな金融商品さまざまな組み合わせを経験してきた投資家の方がリススク資産ののシンンンプル化を図って最後にたどり着くのがバランスファンド特に当、えー、クリニックではおそらく100名以上の60代以上の方が、えー、このラストの金融商品としてバランスファンドを選択されています。 これリタイアメントを機に自分の資産運用をシンプル化したいというニーズが根強くあるっていう証査だと思いますさあここで六十歳高橋さん、えー、これもちろん仮名なんですが私の実在のお客様でございます六十歳の高橋さん本当に預貯金と83均等型のファンドだけですここまでシンプル化しましたでも なんで 32%68% かというと実は8資産均等型の中に国内債券が12.5%入ってますよね。 これも安全資産とみなすので高橋さんのトータル資産的に安全資産40リスク資産60というところに持っていきたかったがために、えー、預貯金32 8資産均等型68%という比率になっています、えー、高橋さんは60歳でリタイアされて今人生、えー、悠々自適でエンジョイされています、えー、仮にここでは高橋さんのご資産を6000万円 とします。次のスライドでございます。6000万円のトータル資産から高橋さん年1回3%取り崩しましょうというふうにお話ししています。3% 6000万円の3%ですから、年間180万円え月に直しますと15万円なんですが、どうして3%の取り崩しなのか？ 答えは簡単ですトータル資産の期待リターンが3%だからです、えー、どうしてトータル資産の期待リターン3%かと申しますと預貯金は保守的に見て期待リターンゼロとしています8資産均等型は先ほど述べましたように期待リターン4.5%と見なしておりますその4.5%の期待リターンの資産を68%持ってますので トータル資産としては3程度期待リターンがあるだろううとということなんです,、ね、すなわち皆様はこういうふうに考えてください。資産全体で本当に長期的にプラス3%のリターンが達成できれば毎年3%の取り崩しをしたとしても 20年後高橋さんの名目資産 6, 万円はキープできますただしですパーセンテージの取り崩しですから高橋さんの資産が増えた年は同じ3%でももらえるお金は増えるんですが高橋さんのご資産が減ってしまった年は3%の取り崩しでももらえる金額が減っちゃいます。 ですからここは生活のメリハリはつけないといけないというのは覚えておいてください。でどんなふうに取り崩しをするのかと申しますと簡単で、うん、預貯金 32%8 資産均等型68%崩れないようにそれぞれから取り崩しを行うわけです。言い方を変えれば年に1回 リバランスを兼ねて取り崩しの作業を行うここで重要なのは3%取り崩すうちの32%は預金から68%は八資産均等型のファンドから取り崩すということでございますこれずっとキープしていきます。よくリタイアメントを迎えると。 えー、投資信託からばかり取り崩すっていう方がおられますがそれをしちゃうとどん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 預貯金の割合ばかりが増えて長生,きリス長生きするリスクに対応しきれないというそういったことも起こりうります。という投資信託のみでございます。 楽ですよね取り崩しが資産管理が楽だとリタイアメントを迎えてセカンドライフで運用以外のことがいろいろ考えられて時間の余裕もできて楽しめると思いません私はバランスファンドこそ今まで若いうちにはさまざまな投資対象さまざまな資産の組み合わせでやってきた方が 最終の上がりの商品として自分のお金の管理をシンプル化するためにバランスファンドを利用されるべきだと思います。これは生活の他の場面、例えば六十代七十代になった時によく断捨離をするとかって言いますよね。自分にとって不要なものをもう捨てて本当に必要なものだけに囲まれて暮らす、まあ就活。 と言ったら大げさなんですが何かそういうところにつながる部分があると思います特にセカンドライフに入られて預金とバランスファンドで管理していくもう一ついいことあるんですよ死んだときに楽なんですどういうことか変な言い方で恐縮です例えば遺言書書くのも楽なんです 自分が持っている資産が預金と8資産均等型のファンドだとすると預金は2,000万円のうち何万円を長女へ長男へ次男へとかってかけますよね。バランスファンドもそうですよ。e m ク x i ス,スリムバランス8資産均等型保有口数3,360万口のうち。 3分の1を長男へ3分の1を長女へ3分の1を次男へっていうふうに書いたらもう遺言書もシンプルでございますこういったところで皆さんの資産運用をシンプル化していく特に相続云々の話で申しますとこれ私の立場上 資産を譲り受ける方からもご相談を受けますし資産を譲り渡す方からも相談を受けるんですが譲り受ける側からの立場で申しますともうもっとシンプルにしてくれいや別にこんなのいらないよとか言えないですけどあるんですよね。そういったところでえ立つ取り後を濁さずじゃないんですが。 運用するっていうことはご自身のためだけじゃなくて次の世代への引き継ぎ作業も含まれているっていうふうに考えてみてください、えー、最後になりますこれはレオナルド・ダ・ヴィンチのことはですねシンプルさは究極の洗練であるバランスファンドというのは皆様が 高いリターンをひたすら求めるという姿勢ではなく自分で背負えるリスクをしっかりコントロールして同じ姿勢でできるだけ投資を長く続けたいというあなたのニーズに応えてくれるそれがバランスファンドであると私思っております。えー、皆様の資産運用に DIY で組み合わせる それももちろんんいいんですよでもそれ以外に運用を自動化させて非常にシンプルな管理ができるバランスファンドという選択肢もあることをぜひお忘れなく時々思いい出しててあげてください本日はご清聴いただきありがとうございました。 皆様こんばんは。三菱 U. F. J. 国際投信の具志堅です。本日は E. マクシススリムバランス八資産均等型についてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。こちら本日ご紹介する三のポイントでございます。まずはもう早速一つ目のポイントの分散についてご紹介していきたいと思います。E. マクシススリムバランス八資産均等型はこちら表示しております。この円グラフですね。日本世界の株式。 公社およびリートの計8つの資産に均等に分散投資を行っておりますこのファンドのポイントがこの分散なのですが分散するとはどういう点が良いかこちらご覧いただければと思います分散の効果1つ目ですがリターンの標準化が期待でできるという点ですこちらで見ていただきたいのは1位と9位そして8 3バランスご覧ください1位と9位この黒丸と白丸ですね毎年変わっていますよね まあこちらはどの資産がリターンが良くなるかというのはもう誰にも毎年わからないことです一方8資産バランス見ていただきますと毎年4位から6位のあの間にいるかと思います 8資に分散投資をしているため1位になる年はないのですが一方でリターンが最下位になることもないということです市場が今後どういう値動きを取るのかというのはもう誰もわからないことですので8資に分散投資をすることによってリターンの標準化をあの狙う期待できるということを覚えておいていただければと思いますそして次に 分散投資の効果の二点目ですが、下落相場の際に下落率を抑えるという点あの、覚えておいていただければと思います。直近のこちら、コロナショックの各資産の指数の動向を表示しております。グラフの中で、八資産は、八資産バランスは赤い横線ですね。ところです。コロナショックの際、各資産が下落した中、八資産バランスは資産の分散を図っていたことから。 八三バランスが最も下落した日、二千二十年の三月十九日。でも、他の資産と比較し、下落幅が小さいことがわかるかと思います。つまり、八三バランスは、下落相場の際に下落率を抑えることができるという指数になります。 そしてこちらのページでは過去15年間の各種資産のリスクリターンを示しているものです。8資産はこのリスクリターン表の中で真ん中のあたりに来ているかと思います。まあ、このグラフでいうと左上の赤い部分ですね、低リスクで高リターンを目指したいという方がまああの多いと思うんですけれども、その資産というのを見つけるのはなかなか難しいです。このリスクリターンもバランスが取れた8資産バランスについてポートフォリエの追加をあのご検討いただければと思います。 それでは次は次に EMAX Slim についてご紹介したいと思いますはい、今回の EMAX Slim シリーズは業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針で設定しておりますつまりはどのファンドがコストが低いのかといったあの調査を皆様あのご自身でしていただかなくとも長期投資ができる商品設計となっております このような商品性をご評価いただきまして eMaxSLIM の純資産総額はシリーズ13本の合計で1兆円を突破しております。日頃からご投資いただいている受益者の皆様誠にありがとうございます。そして現在 今日あのご紹介しております e ーマ x i ススリムバランス八8資産均等型ですが2021年4月30日現在ですと純資産総額は902億円信託報酬率は税込み年率0.154%以内となっております。そして 今日はですね、こちら8資産バランスの積み立てシミュレーションをご用意いたしましたこちらはもし8資産バランスで過去投資をしていたらというイメージを持っていただくためのものとなります今回は毎日積み立,てに,毎日積み立てについて2つのシミュレーションをご紹介いたします こちらですねまずあの毎日1000円を15年間積み立て投資していたらという場合のシミュレーションです途中あの2009年あたりですね評価額が投資元本を割り込むこともありましたが積み立て投資を継続していたことから最終的には評価益が出ていたということが見て取れるかと思いますそれでは次は5年というあの短い方のシミュレーションを見ていきたいと思いますこちらは毎日1000円を5年間積み立てていたらという場合です 昨年のコロナショックで評価額が投資元本を下回って評価ゾーンが出ている時期もございましたが、毎日の積み立て投資を継続した結果、あの評価域が最終的には出ていたということがこちらでも見て取れるかと思います。こちらのあの2つのシミュレーションからもわかる通り、積み立て投資をしていると相場によっては下落することがありますが、その時に断念せず継続することが非常に重要です。継続するということをぜひ皆様には覚えておいていただければと思います。 それではあのもう短い時間ではございましたが最後に今日の eMAXISSRIM ススバランス8資産均等型のポイントについて改めて振り返りたいと思いますまず、まあ、こちら投資先や資産が分散しており個々の資産の市況変動からの影響を中和することができそして eMAXISSRIM ススは業界最低水準の運用コストを目指し続けるというコンセプトで運用をしております今後とも eMAXISSRIM ススバランス8資産均等型をよろしくお願いいたします ご視聴いただきましてありがとうございました。 皆様こんばんばは本日はマネックス証券のオンラインセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ここからはマネックス証券より毎日積み立てのご案内をいたします。マネックス証券では長期資産形成を行う投資家の皆様に毎日積み立てをお勧めしています。マネックス証券の毎日積み立ては1日100円からご利用可能です。一度設定いただければ毎日コツコツ自動で買い付けを行いますので 手間なく資産形成ができます。また100円以上1円単位で設定ができますのでお好きな金額でご利用いただけます。一般的な積立投資というと毎月積立が主流ですが毎日積立を行うとどのようなパフォーマンスになるのでしょうか。毎日積立と毎月積立について過去の実績を元に検証してみましたのでご紹介いたします。こちらは。 株式、債券、リートなど八つの資産に毎日千円を十五年間積み立てしたシミュレーションです。一方こちらは毎月二万円を十五年間積み立てしたシミュレーションです。結果はこの通りとなります。二千六年四月から二千二十一年四月の十五年間で八資産バランスに積み立てをした場合の損益率は。 わずかながらの差で積み立て頻度が毎日の方が有利となりました毎日定額で投資をする場合買うチャンスを逃さないので日々の値動きとうまく付き合えるということになります皆様が投資される際には頻度はお好みで選んでいただければと思いますがまあできるだけ買い付け日は分散したいですとか、えー、安いところで少しでも購入しておきたいというお客様には毎日積み立てをお勧めいたします マネックス証券の毎日積み立て1日100円から1円単位で設定可能皆様の続けやすい金額で中長期の資産形成にご活用ください投資に積み立ては早く始めて長く続けることがポイントですマネックス証券で毎日積み立てぜひご活用くださいご清聴いただきましてありがとうございましたこの後も菅さんのセミナーを引き続きお楽しみください 皆様、ありがとうございます。それではこちら、あの、このタイミングからですね。キュセッションに移りたいと思います。はい、たくさんのご質問、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サクッと言っていきたいと思います。まず一個目、あの、今日のお話にありました。等距離外交が良さそうな、もの、まあ、ことはわかるんですけれども。どうしても欲が出てしまって、先進国株式をたくさん買いたい衝動を抑えられない。<laughs> どうしたら良いでしょうか。もうわかりますね。この気持ちは。すごくわかります。<laughs> はい。 何か自分でこれだっていうので決めたいとかこれはないよねっていうふうにしたいっていうのは人間としてのあの正常な欲ですから83均等型っていうのはどっちかというと達観した形なんですよね年齢って一つすごくあの重要な要素になると思います私もそうなんですが年を重ねるにつれて少しずつあ ここううううじゃななくててういいいいのでもいいかなっていうその余分な自分の思いとか思い込みみたいなものがこうだん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 こうそがれていったらまあでも先進国を変いたいなという気持ちは分かるんですけどねこれはちょっと精神収容自分との心のえ葛藤戦いっていう部分があると思います。そんなな焦らなくていい と思います私は年齢を重ねるにつれてそういう余計な欲とか思い込み感情っていうのは自然に取れていくと思います。頑頑張張ってください、はい、頑張りましょうということで、はい、ありがとうございます。今たくさんの質問いただいてまだあの質問書き込めるかと思いますので今のお話聞いてまた質問がありましたら皆さんぜひ送っていただければと思いいます次行きたいと思います。 えとバランスファンドに乗り換えを行う場合現在持っている複数のファンドを売却すると利益に課税がされますと、うんはい、乗り換えの際のその税負担というものはどう考えたらよいのでしょうか、はい,いうこ,これはなかなかヘビーな、えー、コスト経費になってしまうんですが今日、えー、実例としてご紹介した加盟なんですが高橋さんの場合はもう本当に、えー、一挙に たくさんのファンド ETF 持ってた形からバランスファンドに移行された引っ越しされたということで当然運用期間も長かったので結果としてお支払いされた税金の額ももう結構大きかったんですが重要なポイントは引っ越した後バランスファンドになった後も相当人生長いっていうところだと思うんですね。 えー、さっき私は最後の金融商品上がりの道具みたいな言い方をしたんですが第2の資産配分みたいな第2の資産管理をスタートさせるっていうお気持ちで言えば6065歳からスタートして20年30年以上になる可能性もありますから私は必要コストとして税金の支払いっていうのはもうそれこそ。 ね割り切ってやられた方がいいというふうに思います。なるほどです。はい、ありがとうございます。ではあのいろいろと退職金のお話とかもあのいただいておりますが、うん、まあまずはバランスファンドのメリットは分かったんですけれども、はい、バランス型の投資人託もいろいろあるようです。うん、まあどのような点に注目するとより良いか教えてほしい、はい、ということです。まず一つ目は今日も言及したんですが。 固定型のの資産配分っていうのを私は強くお勧めします固定型というのはいつでも提示されているこの配分ということでございまして、えー、言い方を変えると投資信託の側からマーケットを主観で見ていないマーケットを予測していないということなんですね。 いわゆるよくある TAA タクティカルアセットアロケーションみたいな市場動向によって資産配分を変えていくっていうような形のバランスファンドは私はおすすめしないです。で、もう一つはやはりコストでございます。 バランスファンドという形で年間の運用管理費用がそれなりに高くなってしまうとどうしてもコストの負担が長期的なリターンに影響してまいりますので手数料が低いコストが安いバランスファンドを選ばれるということが重要だと思います、はい、ありがとうございます。 ではちょっとあの具体的なご相談になるんですけれども、はい、まあ今ちょうど50歳の方で積み立て投資を始めて、はい、えと5年ぐらいの方ですね70歳ぐらいになった時に、うん、下落相場になっていたらどうしようと、はい、株式ファンド100%でやっていますが、うん、まあバランスファンドを少しずつ入れていこうかなと思っているということで、はい、そうすると、まあ、今持っているファンドとバランスファンドの配分はどれぐらいがいいんでしょうかと、うん、あこれはその ご本人がリタイアされる年っていうのがもう一大転機になってまいりますのでそこに向けて最終的な先ほどの話で言うと第2の資産管理にたどり着く日を目標に例えば株式ファンドとバランスファンドを仮の例でございますが 2対8ぐらいに持っていくのがリタイアメント時の目標であればそこから遡って5年10年前から少しずつ2対8に近づけていくここで大事なのはマーケットが上がろうが下がろうが規則的に断続的に2対8に近づけていくというところを目指していただきたいなっていうふうに思います。 なるほどですその目指す期間っていうのはもう,どうした5年10年例えば55歳の田中さんの今日例挙げたんですが、えー、私も50代なんですが50代半ばぐらいになるとそろそろご自身のリタイアメントがこう遠くに見えてくるみたいな感じで意識し始めると思うんですね。でだったららそこから計画的に自分のちょっと リスクを抑えた感じはこんな感じかなっていうリタイア時の配分イメージですねこれをできるだけ、えー、持ち始められた方がいいなと思います,なるほどですありがとうございます今リタイアのお話が出たのですが、はいまあ、退職金についてですね、はい、退職金をバランスファンドで運用することを考えていらっしゃるんですが、はいまあ、投資のタイミングに迷います。 リスクが分散されていると言っても一辺に投資することは躊躇されていらっしゃるので、まあ積み立てでいこうかと思っていますと。うん、ただそのそれでもバランスファンドとその投資タイミングについてちょっとどう考えたらいいんでしょうかということです。これ,これはですね、よくいただく質問なんですが、退職金の前に今の資産配分を見てほしいんです。うん、つまり今の資産配分が例えばですよ、預金四、リスク資産六だとします。 そうすると、預金4、リスク資産6を65歳のリタイアメント以降も続けていいと思われたら、退職金が入ったら2000万入ったとしましょう。そのうちの4割は預金、6割はリスク資産を買うという前提をまず思い起こしてほしいんです。資産配分があっての退職金をどうしようでしょう で、そこをクリアしていただいたら、今度は。六割部分のリスク資産を退職金でどう買っていくか。これ悩ましいです。だって、もう時間限られてますから、十年もかけられないです。できれば、三年程度以内に分割して。すなわち、三年だったら三十六か月。二年だったら二十四か月。 2,000万円の退職金のうち6割がリスク資産なら1,200万円分を2年から3年で、えー、当クリニックは拡大積み立てと呼んでいますが計もこれは計画的に自動引き落としで、えー、購入のスケジュール化を図ってしまうというのをお勧めしたいですすなるほどです、はい、ありがとうございます。 あの関西の質問まだまだたくさん募集しておりますしたくさん来ていただいてありがとうございます、はい、その中ですいませんちょっと弊社にご質問 e-MAX Slim の質問をいただいているので一つお答えしたいと思います、はい、あのリバランスのご質問をいろいろといただいておりましてありがとうございます、まあ、リバランスについてはですね日々リバランスしておりまして、まあ、バランスが崩したらあの弊社のファンドマネージャーインデックス運用部のファンドマネージャーの方で売り替えをしてあの調整をしているというところですねあの年1回だったりとかそういうタイミングではないのであのそこだけちょっとお伝えしたい と思います。今、あのありがたいことに、このあのバランス83均等型ですね。純資産が900強時点で50億円ほどあの頂戴しておりまして、まあ、いろんな人員とか補強して皆様の大切な資産を運用しておりますので、ご安心いただければと思います。皆様のスリムに対してのコメントもたくさん寄せていただいてありがとうございます。さて、関西にまた質問ですが、はい、あの債券系の質問が来てますね。債権、うん。 を入れている必要ってあるんですかねっていうのとあの債権を別に債権,ファン債権がないまあ預貯金と同じぐらいなのでそんなに債権入ってなくていいんじゃないかっていうバランスファンドでそこは不要なんではないかっていうお話があるみたいですがいかかがでしょう,か、うん、もうこれは日本をはじめ今先進国各国長期金利が歴史的な低さでもうびっくりするぐらいえこんな低いのっていうことで。 当然債券を買っても利息収入がそれだけ少ないということでございますただ株式がどんな風なアップダウンを描くのかがわからないように債券の金利、例えば長期金利がどんな軌跡を描いていくかもうこれまた分かりませんそういう意味で言うと株式だけで投資をされるのに リスク量が大きすぎる自分のリスク許容度には合致していないっていう方にとっては流動性が高い、えー、債券を購入するそれは日本で言えば日本の国債ですしアメリカで言えばアメリカの国債ですし新興国で言っても国債組み入れている形のバランスファンドを持つということはマーケットが具体的には株式市場が大きく 下落するときにクッション役を果たしてくれるというのはやはり変わらず債権の重要な役割というふうふに考えますちなみにインデックスの形で債権を保有し続けるということは長期金利が上昇していけば債権インデックスの中で銘柄の入れ替えが起こったときに 長期金利が2%から4%に上がりましたそうすると新たに購入する国債の利回りも高くなるということなんですよねタイムラグを置いて債券インデックスそのものの期待利回りも変わっていくということはお忘れにならないようにしてくださいそんな感じですありがとうございます <laughs> ではあのバランスファンドの、うん、あのあを買うことに向いている人はどういう 人でしょうか。はい、い忙しい方です。<laughs> そして、<laughs> ど,はい、どちらかといえば、あの仕事をアウトソースするのに抵抗がない方ですね。あの、最近では家事の代行とか、お掃除の代行とかあるじゃないですか。うんはい、まあ、広く言えば、子育ても保育園とか幼稚園に入れるということは、そういう教育部分の代行を私たちしてますし。 えー、お掃除嫌いな方はルンバ使ったりしますでしょ。そういう感覚をお持ちの方はバランスファンドでプロにもう運用の実際は任せてしまおうっていうふうに思いやすいのかなっていうのは感じますね。なるほどです、ね。ありがとうございます。あれです、ね。あのちょっとお時間過ぎてるんですけどまだたくさん質問来てるんでちょっとだけ延長したいと思います。 えーとですね、まだあのいただいておるんですけど、はい、インデックスファンドを複数、まあ毎日積み立てをしている方で、はい、まあ頻繁に積み立て額割合を見直しているということですが、はいはい、これは正しいですかというご質問。いや、あんまりしない方がいいですよ。うん、あの毎月お金が残っていらっしゃるのであれば、積み立て金額はできるだけ固定した方がいいですし、例えば三つのファンドを 5,000円、5,000円、8,000円って積み立て金額決めておられるのであればこれも基本的には固定にされた方がいいと思います。あの積み立て金額とか配分割合を変えるっていうのは変な言い方ですが癖になっちゃうんですね。一旦やっちゃうと。えー、還元すればバランスファンドが何がいいかというと向こうが固定で決めてしまってるのでこちらからは 安易に変えられないっていう束縛制約が起こるからこそ。いつでも同じ姿勢で運用が続けやすいっていうのがあると思うので。できるだけ積み立て金額と配分比率はこれだっていうふうに決められたら。ちょっと我慢して続けてみてください。うん、なるほどです。まあ続けてもうあまりこう、はい、触らないっていうこと、ね、うですね。はい。なるほどです。ありがとうございます。 えーとですね、こちらは、まあ、インデックスファンドにどんどんアクティブファンドから切り替えてきた方なんですけど、うん、やはりちょっと、はい、あのアクティブファンドも、うん、あの持ちたいなって悩んでしまいますと。うん、いやいいと思いますよ。これはカウンセリングの話なんですが私よく、えー「何々のアクティブファンドは持ちたいんです」とか「株主優待で株は持っておきたいんです」とか例えば「何々の債券はこうこうこういう理由があってすごく思い入れがあるんです」っていうようなものは 持ってた方がいいいと思いますその自分の中での思い入れがある商品っていうのは例えばポポーートトフォリオとととは別にポケットマネいいいいう枠で持たれてもいいかなと思いますあるいはアクティブファンドをお持ちになりたい日本株式についてはアクティブファンドでそれ以外の資産構成についてはインデックスで統一するとかっていうのは全然構わないと思います。あの 運用管理でストレスをできるだけ。持たないというのは長く続ける大事な秘訣だと。私は思います。なるほどです、はい、そのまあ、あの運用管理を持たないというところですけど。はい、例えば非課税制度とか。のいろんな講座あると思うんですけど、その中でバランスファンドを全部買うっていうのは。 どううなんでしょうとファンド選びが難しいですし口座別に管理するのがちょっと手間かなと思ってるんですけどバラバラにした方がいいのか、まあ、バランスファンドで1本でどの口座でも持ってた方がいいのそれはありですかいやあの私が、まあ、これは私の個人的な意見個人的な感情で申し上げるとどうして私がバランスファンドに興味が募ってきているかっていう理由は非課税制度の充実が関係してるんです。どうやって それぞれぞでで複数ののファンドを買っって効率的にに管理できますものすもごく煩雑になっちゃうと思いません発想の転換をされて複数の入り口には分かれるけれど運用の形をどの入り口でも同じにしてあげればそれだけ資産管理がシンプル化していつでも自分はどんな時でも同じリスク量を背負っているという。 安心感が生まれてくるんですね。ですから、バランスファンドの効用というのは、複数の入り口に分かれてもトータルで資産管理がしやすいというところだと私は思います。なるほどです。ありがとうございます。もうたくさんまた追加でご質問いただいているんですけど、ちょっともうお時間も来ておりますので、今日はもうあの最後にかんさんからあの今日見ていただいている皆様へあの、はい、最後のちょっとバランスファンドも含めた。 コメントをいいいただければと思まますす、はい、よろししくお願最後にあの今具志堅さんがおっしゃったそのアンケートっていうところ皆さんがお一人お一人何を思ってて投資信託というものに何を期待しててこういうところが分からないこういうところをもっとフォーカスしてほしいというお客様の声がやはりバランスファンド インデックスファンドにもっともっと反映されるべきだと思うんですね要するにどんな業界でも同じだと思うんですが優れた商品はお客様の声から生まれるはずなので ぜひ今回このアンケート、今設定されているようですから。お答えいただいて、チェックしていただいて。そして、またできれば、それをもとに、私もこういうセミナーをさせていただいて。皆さんに、いろんなアンサーを投げたいと思います。頑張ります。今日はありがとうございました。<laughs> 皆様、ありがとうございました。この後、アンケート出ますので、ぜひご協力をよろしくお願いします、はい。お願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。